はい、こんにちは。l ルの笹川です。えー、コンピューターネタでお送りします。えー、っとですね、EZI SRISP ススの,あの GPU、GPGPU の計画ですね。えー、まあ、内装、作業量多いもんですんで、<laughs> あ失礼。えー、っと、時間がかかってるんですけれども、まあ,あの、地味に着々と進めております。えー、やってることはね、うーんーと、リポーこってこ書の、あ、これだ。えー、っと、これ、 以前、DeepPipe2 ってエリクサ a 用にあの作った GPGPU の,のディープラーニングのライブラリーだったんですけども、こ,これそのコードなんですよ。ポート t c u というところにえ貼り付けたんですけども、これをあの切り取っては、こっちの KernelCU、これは e a s y i s スリスプ用の GPGU の CUDA コードなんですけど、これをあのどんどん書き直してこっちの方に移し取っています。今何千… 千0 0 0行 ?2000 行ぐらいまで書いたのかな書いたというか、写しておりましてあの、移植をしました。残りがね、えー、とこっちに残ってるのが、もうあと500行ちょっとですね、えー、を移植すればあよくって、あとそれを ISDISP から呼び出すのに、えー、GPGPUC という,、えー、そうあのファイルのところに、えー、それを呼び出すためのお関数を書いています。例えばこれは えー、GPU アンプーリングという関数の中身ですけども、えー、とその配列から初手の,あの大きさだとか、ねえー、を取り出してで、本体部分を取り出して、あのデータの本体部分ですね、それでクーダの方で書かれているクーダーアンプーリングというところに、えー、送り出していますということです。で例えばクーダーアンプーリングであれば、えっ、ー、と、クーダ あそれで、えー、とイクスつンしてるんですよ。えー、と割と、ね、あの単純な仕組みでなんとかなるんですね。あのクーダで書いたコードをです、ねえー、C の方から呼び出したいという場合は、イクスタンでこう C、えー、大文字で、えー、C を書いてそれをあのダブルクォーテーションでくくってそれであのイクスタンしてあげると C の方からあークーダで書いたコードが見えるようになるということなんですね。それでクーダアンプーリングっていうのはここに書いてあるんで。 えー、ここでその C、リスプ側から回ってきたデータを処理をして、えー、並列処理でやってます。これはこのアンプリングのカーネル部分ですね。えー、というふうなことです。えー、これねイースタン、イースター計画って私、勝手に名付けてるんですけどね、あのえー、復活を願ってます、IS リスプ、リスプの、えー、なんですかあの、Python にほとんどあれですよね、独断状になってますよね。 えー、AI、まあ、ディープラーニングに関しては、えー、でそれにこう意思を報いたいなというのがありましたねあのやっぱり元祖 AI のリスプに頑張ってほしいなとなってリスプで, P で、えー、GPU を扱うというのがいくつかその例はあるみたいなんですけどねもっと本格的に扱いやすいようなのができたら。 いいなと思ってやっております。えー、はい、そんなことで、まあの着々と進んでおりますので、またお会いしましょう。